はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月6日満月から2月20日新月までの流れをタロットカードで見たいと思います。そしてこのタロットを引くとき、ちょっと今回アングルを変えますので、カードがよく見えるんじゃないかと思います。よかったら皆さんまたコメントで感想を教えてください。それでは早速いきましょう。よろしくお願いします。はい、それでは蟹座さんのリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、カップクイーンですね。そしてソード6の逆、そしてペンタクス6です。カップのページペンタクス9ですね。ペンタクス5、うん、女強行です。対策は、ソードの7の逆と、うん、ペンタクス2とオラクルはじゃん、ワンドの3です。うん、まずこの2週間、2月3日以降の2週間っていうのは、非常にこう未来に対しての期待値が上がるっていう感じがしますね。これとてもいいと思います。今もちょうど2月のね、14、15、16、17あたりって非常に優しい気持ちが増えてきますから、蟹座の皆さんも非常に今独特な自分の中にある優しさっていうものを感じて、その信念にのっとって何か動いていきたいみたいな感じが今芽生えてきてると思うんですね。ただこれまでの流れがすごくスムーズだったかっていうと、なんとなく自分が妨害されているような気がするとか、自分が思った時にスッと動けないみたいな、そんな感覚があったかもしれません。でもここからチャンスやってきます。まあ、ただですね、2月の6日満月っていうのは、蟹座の皆さんにとってはちょっとお金のこととか、予想外の出来事というか出費があったりとか、自分がやろうとこっちに使おうと思っていたのに使えなくてこっちにかかってしまったとかもあるかなと思いますし、またはですね、自分が思っていることはこれが大事だと思ってるんだけど、他の人から違うよとかなんか言われて、ちょっと気持ちが引っ張られて、本当にそこになんか自分の価値を見出していいのかなっていうふうに迷うこともあったかもしれません。ただここからですね、非常に自分の価値をどれだけ信じていくのかなみたいな流れがあるんですね。でまだちょうど2月19日までっていうのは、少しこう自分が水面下でしっかりとこう信頼を築いたりとか、誰かとの関係の中で自分を見出していきやすいっていう時なので、どうしてもその他者っていうのが関係してくるんですけれども、その中でもですね、自分がこれまでやってきたことの恩恵っていうものをすごく感じそうです。これはチャンスのカードなんですね。たくさん実がなっていて、ペンタクスというお金もあって、要するにチャンスがあって、今からこのオウムはこのカタツムリを食べるよみたいなのがもう決まっているみたいな感じで、ですから今から蟹座の皆さんの中で、ここまでやってきたっていう自分がどんな恩恵を手にするのか、何をチャンスを得るのかっていうのは、何かしらありますよって言われてるんですね。今は目の前になくても、表面上はまだなくても、すでにここまでの流れの中でそのチャンスがもうあるよっていうふうに言われてるんですね。だけど急に、あれ、そんなこと価値あったっけとか、あれ、今までやったこと私間違ってたみたいな、そんな急にですね、見失いそうな感じがあるので、決して見失いません。ここまでやってきたことはもう、なんか結果がうまくいくとかうまくいかないっていうだけではなくて、ここまでやってきたよっていうその実績というかね、経験が全てもう自分の価値になっているので、それを自分がなくすことはできないって感じなんですよね。まあ、経験って忘れることはできたとしても、自分のね、細胞の中にはその経験っていうのは蓄えられているというか、培われていく、血となり骨となりっていう形があるので、一瞬見えなくなったとしても、その力は失っていませんよっていうことを覚えておいてください。でその後ですね、もっと賢いやり方とか、もっとあっちがいいんじゃないか、こっちがいいんじゃないかってことを考えそうなんですけれども、どちらでもやっていけます。これは状況に合わせてうまく対応していく力がありますよって言われているので、例えばですけど、お金に関して臨時的な出費があったとしても、また何かでうまく埋め合わせもできるし、
時間的に遅れてるなと思ってもまた追いつくこともできるしっていう形で、こう波のようにね、こう揺れながら状況をやっていけるようなので、もし気持ちの上でも、あ、うまくいってるって思ったり、うまくいってないって思ったりとかしながらでも、でもやっていけてるんだよっていうことで、一番忘れないでほしいのはこの2週間、客観的な視点を忘れないようにしてくださいねっていうのが、すごく温かなメッセージだと思いました。要するに自分ではね、わあどうしようとか、うまくいってないとかいろいろ思うかもしれないんですけど、うまくいってるんですよね、結果的に。で、ちゃんと未来を見てます。これビジネスもね、いいんです。未来に対しての期待値が上がるっていうことなので、特に2月19日以降ってね、こう精神性が上がってきますから、それ以降の未来っていうのがちょっと見えやすくなるんだと思うんですね。この2月19日までっていうのは、少し自分が水面下の中にいてやってることに何か意味があるのかなとか思うかもしれませんけど、実はあります。それはもう徳を積んでるという意味で、どんどんあの積み立てていける感じなので、今までやってきたこと何にも悪くないんですよっていうふうに言われてる気がしました。ちょっとそうね、なので仕事やお金のエネルギーがちょっと強いですかね。人間関係でいうとちょっと考え方が違うのかなっていう人との絡みはあるかもしれませんが、それでもそういう人の話を聞いたからといって自分の考えが間違ってるってわけでもないし、あ、そういう、それはその考えなんだなっていうことで、自分をより深く知っていく作業が行われてるだけっていう感じがします。ちょっと別のカードでもね、気をつけておくことを見たいと思います。この時期気をつけておくことは、暗いストーリーというカードが出てますので、自分の頭の中であれこれと思い描いて、あっちでは火事があるとか、あ、こっちでは人が溺れてるとか、あ、こっちでは人の噂話がみたいに、こう嫌な物語っていくらでも自分の頭の中で作っていけるので、そこにはまらないようにしましょうっていうのがメッセージだと思いました。やりがちですよね、悪いことをずっと想像し続けてしまうみたいな。でもこれ単なるストーリーに過ぎない、なので行ったり来たりしますので、意識はね、でも大丈夫ですよって、こうちゃんと未来を見てますよっていう感じがします。それとこの2週間でね、得られるものなんでしょう。はい、ピースということで、穏やかな気持ちを、これ面白いですね。なんか台風の 目の中ってすごく穏やかっていうじゃないですか。外はすごく吹き荒れてるけど中はとっても穏やかっていうのと同じように、現実世界ではあっちがとか時間がないとか、あ、こうだこうだっていう、こういろんなこう自分をネガティブなストーリーに引っ張ってくる要素あるんだけど、自分の心の中の中心に自分がいますよ、神様がいますよっていうふうに言われていて、もうその静けさを思い出せばいつでも客観的な、視点を忘れずに過ごせていけるし、この時期経験したことっていうのは未来につながっていくよって言われているような気がしました。はい、ということで今回はここまでにしておきます。また次回2月20日以降に次のリーディングをさせていただきます。何かしら良かったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。それではいい気づきがありますように。ありがとうございました。失礼します。